お疲れ様です、トレーナーさん。本日は何を交換しますか？ありがとうございます。大切に使ってありがとうございます。大切に使ってくださいね。交換ありがとうございます。ありがとうございます。大切に使ってくださいね。ありがとうございます。大切に使ってください。ありがとうございます。大切にありがとうございます。大切に使ってくださいね。ナイス。ちゃんと成長できてるかな？ここは負けられない1番人気16番ライスシャワー。実力は完全に上位ですね。貫禄すら感じてしまいます。8番人気は17番、16番人気5番、14番人気13番、14番成田大志2番人気です。5番人気は15番、注目の1番人気16番ライスシャワー。実力は完全に上位ですね。来るね。荒れた天候の京都レース場、降り続いた雨が馬場状態を悪化させ、不良の発表となってしまいました。こんなに荒れているとレース展開が読みにくいですよ。3番人気にはダイワスカーレット、2番人気を紹介しましょう。成田大臣。スタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負って1番人気ライズシャワー、みんないい表情を見せていますね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いはダイワスカーレット、11番12番、期待通りの結果を出せるか。1番人気ライズシャワー、ダイワスカーレット快調に飛ばして行きます。さあ花に立ったのはダイワスカーレット、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは11番12番、並びかけてきた、内から内から2番ライズシャワー続いている。5番並んでくる2馬身3馬身開いて、8番外から9番少し離れて成田大臣、1馬身離れて18番外には17番チーキングザパール、内から行く。さらに7番10番並んできた、さらに4番その後13番、後方2番手に15番、そして最後方3番第4コーナーカーブ、内から来るか外から来るか最後の局面です。ライズシャワーここで抜け出した、互いに足を溜めている展開。これは直線勝負になるか。ライズシャワー花を進む。さあ内から先頭を伺うのは12番4着を切りました。最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはライズシャワー。ライズシャワー足色は衰えない。ライズシャワーリードは2馬身、残り200、ダイワスカーレット追いすがる。先頭は依然ライスシャワー、先頭はライスシャワー、ライスシャワー1着でゴールイン。実力を遺憾なく発揮しレースを制した。勝ったのはライスシャワー、2着ダイワスカーレット、3着に入ったのは成田大臣。やったー。よーし。お願いします。素晴らしい。にゃにゃ。あっ。申し訳ございません。まあねえ、それではあら承知しました。なるほどね。よし、トレーナーさん、本日は何を交換しますか？ライスはまだ。頑張るぞ。何？あのさ、ちょっとだけ疲れてる。お疲れ様です、トレーナーさん。ライス大丈夫だから、疲れてなんかないから。大丈夫だよ。神の手思い切れ。長できてるかな。どんなトレーニングもいっぱい頑張るよ。頑張るぞ。はい。発見。アイコピー。失礼します。いえ。どうぞ。ありがとう。なんだ。なるほど。おい。ゆうこぴー。行くぞ。まだまだ全然なのかもだけど、頑張りたいんだ。もっと強くなりたいから。行くね。注目の一番人気7番ライスシャワー。実力は完全に上位ですね。貫禄すら感じてしまいます。美しい青空が広がる中山レース場、ターフも絶好の両馬場になりました。各馬娘の構想が期待できます。3番人気はこの子です。成田ブライアン。2番人気を紹介しましょう。ミホノブルボン。スタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負って1番人気ライスシャワー。ゲートに入ってどの子からもいい雰囲気が感じられますよ。ゲートイン完了。出走の準備が整いました。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。期待通りの結果を出せるか。1番人気ライスシャワー。1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。ミホノブルボン快調に飛ばしていきます。先頭はミホノブルボン、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは8番少し後ろから6番ライスシャワー。ここにいた。3番続いている。外で桜爆心王、さらにその外からは10番、そしてその内からいたのはゴールドシチー。その後山陽のシーン開いてメジロブライト、あとは成田ブライアン。後方2番手に11番向こう正面に入って先頭はミホノブルボン。現在1番手はミホノブルボン、続いて6番2馬身差ライスシャワー。少し離れて8番3番並びかけてきた。少し後ろから10番少し離れて桜爆心王、1馬身離れてゴールドシチー、2馬身離れてメジロブライト、後ろ成田ブライアン、そしてその後ろから行くのは11番1番最後方からという体勢であります。ミホノブルボン先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ミホノブルボン、彼女の客室には合っていますね。まもなく第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか目が離せません。互いに足を止めている展開、これは直線勝負になるか。最終コーナー、最初に立ち上がったのはミホノブルボンライスシャワー。負けられない、負けられないぞ。残り200、足色は衰えないライスシャワー。リードは2馬身、先頭はライスシャワー。変わらない、強すぎる。勝ったのはライスシャワー。最後意地を見せて栄冠を手にしました。ライスシャワー見事に完勝。スプリングステークスを制しました。2着桜爆心王、3着はゴールド。トレーナーさん、本日は何を購入しますか？ありがとうございます。大切に使ってくださいね。ありがとうございます。大切に使ってくださいね。ありがとうございます。大切に使ってくださいね。交換ありがとうございます。ありがとうございます。大切に使ってくださいね。ありがとうございます。ライス、大丈夫だから。疲れてます。お願いします。ここは負けられない一番人気6番ライスシャワー。実力は完全に上位ですね。貫禄すら感じてしまいます。このレースに向けてしっかりと仕上がっていますね。心身のバランスも非常によく見えます。足元悪い雨の中、東京レース場芝2400青葉賞、17人の馬娘たちが挑みます。虎視眈々と上位を狙っています。3番人気はアドマイヤベガ、この評価は少し不満か。2番人気はこの子ヒシアマゾン。スタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負って、本日の1番人気ライスシャワー。ゲートに入ってどの子からもいい雰囲気が感じられますよ。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いはツインターン3番16番、期待通りの結果を出せるか。1番人気ライスシャワー、ヒシアマゾン。落ち着かない様子。先頭集団を見ていきましょう。1コーナーから2コーナーへ向かう。先頭は3番、単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのは2番16番、外から行く。4番手にツインターン。この辺りまでで先頭集団を形成しています。3番快調に飛ばして行きます。先頭がやや速いのか、縦長の展開だ。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。3番まだリードをキープしています。続きました2番、そしてその後方にはツインターン16番。並んできた。1馬身離れてライスシャワー、外を回ります。グラスワンダー、2コーナー回って向こう上面。先頭は相変わらず3番、続いて2番、その後ろから16番、外グラスワンダー。5番手にはライスシャワー、内から内からツインター。そして外目をつきましては7番、5馬身離れて12番、差がなく11番、少し離れて13番、その後ろにヒシアマゾン。少し後ろから1番、1馬身離れて15番、そしてその後方には4番、外を通りましてゼンノロブロイ。それを見るように5番、残り 1000m を通過。1馬身離れてアドマイヤベガ3番。先頭を進みますが、これは正解でしょうか。3番彼女の客室には合っていますね。大けやきを越え4コーナーへ。グラスワンダー、ここで抜け出した。先頭は見合ったまま。果たして抜け出すのは誰だ。さあ、外から先頭を疑うのはグラスワンダー。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。ライスシャワー、花を進む。最終コーナー、先陣を切ったのはライスシャワー。ライスシャワー、強い、強すぎる。完全に抜け出した。栄光まで400。ライスシャワー、先頭はライスシャワー。これは強い、余裕の走りだ。2番手との差は縮まらず、これは勝負だ。残り200。速い速いライスシャワー、足を衰えない。ライスシャワー、強いとしか言えない走り。次のレースが今から楽しみです。ライスシャワー、見事に完勝。青葉賞を制しました。2着には11番、3着は1番。ライス買われたよね。いたします。勝つのは私です。お願いいたします。ございます。素晴らしいです。おめでとうございます。はい。れ様ですトレーナーさん。本日は何を交換しますか？交換ありがとうございます。さすがトレーナーさん。どんなトレーニングも行くね。見事にゃー。聞いてちょうだい。行くわよ。すっげー。ありがとうね。やるぞー。ぐーっとよっしゃー。ナイス。いっぱいいっぱい頑張れそうだよ。任せてね、お兄様。注目の一番人気3番ライスシャワー。パドックでも注目を集める素晴らしい仕上がりですね。見事勝利してってくるね。すべてのウマ娘が目指す頂点、日本ダービー。歴史に定石を残すのは誰だ。3番人気はこの子です、ミホノブルボン。この評価は少し不満か。2番人気はこの子、ウオカ。威風堂々とスタートを待つのはこのウマ娘。1番人気、ライスシャワー。みんないい表情を見せていますね。各ウマ娘ゲートに入って体勢整いました。スタートです。各馬娘、綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは9番、11番、ミホノブルボン。期待通りの結果を出せるか。1番人気、ライスシャワー。さあ、激しい先行争いで前に出たのはサイレンス鈴鹿。続いて9番、第1コーナー回って第2コーナー、サイレンス鈴鹿、快調に飛ばしていきます。長丁場のこのレースですが、サイレンス鈴鹿、早くも先頭に躍り出た。続きました9番、外目をついて11番、ミホノブルボン。続いているウオッカ、ペースが速い。さあ、花に立ったのはサイレンス鈴鹿。このままリードすることができるか。一番審査9番、外からミホノブルボン、ライスシャワー。上がっていきます。スタミナを切らさないか心配です。先頭、サイレンス鈴鹿。レースはよどみなく進んでいます。2番審査9番、そしてミホノブルボン。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ16馬身。順位を振り返っていきます。先頭は相変わらずサイレンス鈴鹿。1馬身離れてミホノブルボン。3番手に9番、1馬身差17番。5番手には11番、1馬身離れてアイネス風神。スペシャルウィーク、外から行く。すぐに続いてライスシャワー。1馬身差10番、桜千代の王。続いている。その後から1番、内を回りますウオッカ。そして内目をつきましてはウィニングチケット。残り 1000m を通過。1馬身差14番、差がなく6番。その後ろ4番、後方2番手に13番、8番、最後方からという体勢であります。大欅を越え4コーナーへ。まだ1馬身以上の差があると、ここから捉えることができるのか。さあ、いよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。ライスシャワー、前を狙っているぞ。最後のコーナー、最初に駆け抜けてきたのはサイレンス鈴鹿、ライスシャワー。行きました。400を切りました。見事なごぼう抜きを見せるライスシャワー。並びかけてきた。抜け出したのはサイレンス鈴鹿。だが後続も追いすがる。200を通過。先頭、ミホノブルボン。しかしその差はわずか。ライスシャワー、かわした。ここまでか。ミホノブルボン、ライスシャワー、差し切ってゴール。やった。見事勝利したのはライスシャワー。ついに栄光のダービー制覇。2着はミホノブルボン、3着はウォッカ。願いします。大丈夫だから。疲れてなんかないから大丈夫。お疲れ様です、トレーナーさん。本日は何を公開します？ありがとうございます。大切に。大丈夫だから。疲れてなんかないから大丈夫だよ。ありがとう。でイエーイ。どうも。どうしたらバッチグーね。えっなんと、えっやっほー。お願いします。イエーイ。お見事ですほーら、なういわね。任せなさい。はい。本当？準備完了。はい。遂行します。あ成長できてるかな。ここは負けられない一番人気16番ライスシャワー。実力は完全に上位ですね。貫禄すら感じてしまいます。行ってくるね。今日に託されたファンの夢、思いを力に変えて走るグランプリ宝塚記念。3番人気はこの子です。エアシャカール。この評価は少し不満か。2番人気はこの子、TMオペラ王。スタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負ってダービーウマ娘ライスシャワー、1番人気です。ゲートでも落ち着いていて好気配ですね。素晴らしい走りを期待したいです。各ウマ娘ゲートに入って体勢整いました。スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。さあ花に立ったのはアイリス風神。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはライスシャワー、さらに TM オペラ王、さらに外ファインモーション、少し離れて5番、さらには岸山ゾン、12番並んできた。そして内目をつきましては7番内を回ります。2番およそ5馬身開いてウイニングチケット。第1コーナー回って第2コーナー、アイリス風神快調に飛ばしていきます。先頭はアイレス風神、単身で飛ばしていきます。続いて TM オペラ王、サガナクライスシャワー、4番手、5番、すぐに続いてファインモーション、そして内目をつきましては12番、そのうち並んでシアマゾン、外で7番、後ろ2番、2馬身離れてウイニングチケット。向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ13馬身、順位を振り返っていきます。先頭は相変わらずアイレス風神。続きました TM オペラ王、少し後ろからライスシャワー、内には5番、外でファインモーション、すぐに続いてシアマゾン、外目をついて12番、外2番、そしてその内からいたのは7番、そしてその内を回ってウイニングチケット。1馬身離れて魚岡、1馬身差13番、1馬身離れて4番、外を通りまして6番、内で17番、そしてレアシャカール、後方2番手に8番、9番、最後方が第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか最後の確認です。互いに足を止めている展開。このまま直線での争いになるのか。ライスシャワー最後のコーナー、最初に立ち上がったのは TM オペラ王、ライスシャワー。並んできたライスシャワー、抜け出した。このまま押し切れるか。残り2曲、ライスシャワー、足色は衰えないライスシャワー。リードは2馬身、これは強い。先頭はライスシャワー、たまらない。勝ったのはライスシャワー。見事な走りで勝利を手中に収めました。お見事。宝塚の主役を勝ち取ったのはライスシャワー。夢を叶えた。2着は TM オペラ王、3着はウイニングチケット。素晴当？さあ、さて、それで、うん。でしたらしますか？さすがトレーナーさん、お目が高いですね。ありがとうございます。大切に使ってくださいね。ありがとうございます。大切に使ってくださいね。交換ありがとうございます。さすがトレーナーさん、お目が高いですね。あのね、アップはもう済ませてきたの。何から始めても大丈夫だ。だから疲れてなんかないから。ちょっとだけ疲れて。それでは参りましょうか。ありがとうございます。ええ。いえ。いえ、はい。よかった。やりました。お疲れ様です。よし。うん。まことですか。なるほど。そうだ。何から始めても大丈夫だよ。一緒に頑張りましょう。し。注目の一番人気17番ライスシャワー。実力は完全に上位ですね。貫禄すら感じてしまいます。中距離路線の頂点に立つ走りで秋の盾を手にしてほしいですね。多いです。馬娘たちが追い求める一条の盾、鍛えた足を武器に行く栄光への道、天皇賞秋、虎視眈々と上位を狙っています。3番人気はオグリキャップ、2番人気を紹介しましょう。 TM オペラ王、スタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負ってグランプリ馬娘ライスシャワー1番人気です。高レースが期待できそうな素晴らしい雰囲気ですね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはサイレンス鈴鹿、18番 KM オペラ王、これから第2コーナーへかかっていきます。期待通りの結果を出せるか。1番人気ライスシャワー、サイレンス鈴鹿快調に飛ばしていきます。先頭はサイレンス鈴鹿、単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手は18番向こう正面に入って、先頭はサイレンス鈴鹿。さあ花に立ったのはサイレンススズカ。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは18番少し後ろからライスシャワー、すぐに続いてガイワスターレット、テイエムオペラ王続いている。さらに11番エアグルーヴ並びかけてきた。そしてその後方には13番2馬身差、2番それを見るように4番1馬身離れてオグリキャップ、少し離れてマーベラスサンデー、それを見るように6番その外並んでメジロライアン、内をついて7番外から行く14番その外並んで16番12番水槽テイエムオペラ王先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。大欅を越え4コーナーへ。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ1馬身以上の差があると、ここから捉えることができるのか。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。最終コーナー、最初に立ち上がったのはテイエムオペラ王。飛び込んできたライスシャワー、栄光まで400、抜け出したのはテイエムオペラ王。だが後続も追いすがるライスシャワー、ここで抜け出した先頭ライスシャワー。しかしその差はわずか、残り200、追いすがるテイエムオペラ王、ライスシャワー。リードは1馬身、ライスシャワー、1着でゴールイン。実力をいかなく発揮しレースを制した。やったぞライスシャワー。並みいる強豪をねじして今天皇賞秋を制覇した。2着にはテイエムオペラ王、3着オグリキャップ。うむ。まったく。おお。もう。放っておいて。よし。それじゃえごめんなさい。はあもうねえただいまセール中です。ぜひ交換していってください。ありがとうございます。大切に使ってくださいね。さすがトレ高いですね。交換ありがとうございます。ありがとうございます。大切にナイス、ちゃんと成長でここは負けられない一番人気11番ライスシャワー。実力は美しい青空が広がる東京レース場、ターフも絶好の両馬場になりました。名勝負になる舞台が整いましたね。虎視眈々と上位を狙っています。3番人気は岩早秀、2番人気を紹介しましょう、グラスワンダー。さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない。グランプリ馬娘ライスシャワー、1番人気です。ゲートでも落ち着いていて好気配ですね。素晴らしい走りを期待したいです。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先頭はミホノブルボン、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは当選上段、外にはライスシャワー、その後ろから岩早秀、1馬身差13番、それを見るように9番12番水槽、2馬身3馬身開いて7番、1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。ミホノブルボン快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはミホノブルボン。このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手はライスシャワー、少し離れて当選上段岩早秀、4番手少し後ろから13番、さらには12番ライスシャワー、上がっていきます。スタミナを切らさないか心配です。順位を振り返っていきます。現在1番手はミホノブルボン、続いてライスシャワー、あとは当選上段内から行く岩早秀、差がなく13番、さらに9番、向こう正面に入って先頭はミホノブルボン。依然としてミホノブルボン、続きましたライスシャワー、そしてそのうち岩早秀、4番手当選上段差がなく13番、少し離れて9番、さらに12番、さらに外マンハッタンカフェ内を回ります7番グラスワンダー、並んできた1馬身差8番、少し後ろから4番、2馬身3馬身開いて5番ライスシャワー、先頭を進みますがこれは正解でしょうか。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが、残り数メートルを通過。先頭は相変わらずライスシャワー、1馬身差岩早秀、3番手に当選上段大欅を超え4コーナーへ。まだ1馬身以上の差があると、ここから捉えることができるのか。まだ差がある、ここから先頭を捉える子は出てくるのか。さあいよいよ直線だ、どのタイミングで誰が仕掛けるのか。ライスシャワー、花を進む最後のコーナー、最初に立ち上がったのはライスシャワー、ライスシャワー、速い速い、もはや独走状態。400を切りましたグラスランダー、追いすがるライスシャワー、先頭はライスシャワー、これは強い、残り200、これは強いライスシャワー、足色は衰えないライスシャワー、リードは5馬身ライスシャワー、これは完璧な勝利です。他の追随をまるで許さなかったぞライスシャワー、見事に完勝。アルゼンチン共和国杯を制しました。2着グラスワンダー、3着はマンハッタンカフェ。ライス買われたよね。なさい。ほう。なるほどな。ああ。ただいまセール中です。ぜひ交換していってください。ありがとうございます。大切に使ってくださいね。ありがとうございます。ナイス。ちゃんと成長できてるかな。いきますわよ。あら？ちょっとだけ疲れてるのか。注目の一番人気9番ライスシャワー。実力は完全に上位ですね。貫禄すぎ。抜けるような青空の下、中山レース場芝 3600 ステイヤーズステークス、11人の馬娘たちが挑みます。人気と実力を兼ね備えたメジロライアン、今日は3番人気です。2番人気を紹介しましょう。セイウンスカイ、スタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負ってグランプリウマ娘ライスシャワー、1番人気です。ゲートに入ってどの子からもいい雰囲気が感じられますよ。各ウマ娘ゲートに入って体勢整いました。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。期待通りの結果を出せるか。1番人気ライスシャワー、ミホノブルボン快調に飛ばして行きます。さあ花に立ったのはミホノブルボン。このままリードすることができるか。1コーナーから2コーナーへ向かう。先頭はミホノブルボン、単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのはセイウンスカイ。2番並びかけてきたライスシャワー、この位置につけています。2馬身3馬身開いてメジロブライト、少し離れてメジロライアン、1馬身離れて10番7番並んでくる。さらに内からテイエムオペラ王、外を回ります。11番内から1番ミホノブルボン、先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ミホノブルボン、彼女の客室には合っていますね。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ19馬身、先頭から後方まで縦長の展開だ。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。順位を振り返っていきます。先頭ミホノブルボン、レースはよどみなく進んでいます。続きました2番後ろセイウンスカイ、そしてその後方にはライスシャワー、5番手にはメジロブライト、そしてその外から行ったのは10番、あとはテイエムオペラ王、内メジロライアン、そしてその外を回って7番、その後ろに11番。第4コーナーを進んで直線へ向かう。現在1番手は2番、続いてミホノブルボン、あとはセイウンスカイ、3馬身差ライスシャワー、2馬身3馬身開いてメジロブライト、1馬身差テイエムオペラ王、後から10番少し離れてメジロライアン、7番並びかけてきた11番並んできた、5馬身離れて1番、意気揚々と先頭を行きますミホノブルボン。どうでしょうこの展開。馬場状態を確認しながら走っている感じですね。まだ本気ではないですよ。先頭は以前ミホノブルボン、1馬身リード。2番手に外からセイウンスカイ。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち、うちの方から2番ライスシャワー、ここにいた。ここまでが先頭集団。先頭は変わらずミホノブルボン、1馬身差セイウンスカイ、3番手にはライスシャワー、そのうち並んで2番、さらにメジロブライト、その後からテイエムオペラ王、2馬身離れて10番、外で11番、そのうち並んでメジロライアン、1馬身離れて7番、1馬身差1番。現在1番手はライスシャワー、ここで先頭が入れ替わった。少し離れてミホノブルボン、2周目の向こう上面、各馬娘たちの動きが激しくなっています。ライスシャワーここにいます。残り 1000m を通過。5馬身離れてセイウンスカイ、さらにミホノブルボン、そしてメジロブライト、1馬身差2番、1馬身離れてテイエムオペラ王、その後 3,4 馬身開いて10番、その後からメジロライアン1番並んでくる、1馬身差7番、内から11番。先頭は相変わらずライスシャワー、先頭から大きく離されて2番手はメジロブライト。まもなく第4コーナーカーブ、内から来るか外から来るか最後の局面です。勝負は最後の直線に持ち越された。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。メジロブライト食らいついていく。余裕の走りだ。後ろをぐんぐん突き放して、これはセーフティーリード。200を通過ライスシャワー、これは決まったか。後ろは大きく離れたぞ。先頭は以前ライスシャワー、足色を捉える。ライスシャワー大差で今ゴールイン。圧倒的な実力差を見せつけレースを制したライスシャワー、見事に制しました。2着はメジロブライト、3着はセイウンスカイ。レース変われたよね。てなんかないから大丈夫だよ。ただいまセール中です。ぜひ交換していってください。ありがとうございます。大切に使ってくださいね。さすがトレーナーさん。ライス大丈夫だから。疲れてなんかないから大丈夫だよ。ここは負けられない一番人気12番ライスシャワー。実力は完全に上位ですね。貫禄すら感じてしまいます。今年最後の大一番で名実ともに年末の中山で争われる夢のグランプリ有馬記念。あなたの夢、私の夢は叶うのか。3番人気にはジンボリルドルフ。2番人気を紹介しましょう。マンハッタンカフェ。さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない。グランプリ馬娘ライスシャワー1番人気です。みんないい表情を見せていますね。ゲートイン完了。出走の準備が整いました。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。前のトップガンと14番、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気ライスシャワー第4コーナーカーブ。前のトップガン快調に飛ばして行きます。長丁場のこのレースですが6番早くも先頭に躍り出た。さらにマヤのトップガン2馬身離れて14番2馬身差4番。まずは1周目正面スタンド前に上がっていく。その後ろにライスシャワー15番続いている。少し離れて3番1馬身差9番。その後34馬身開いてマンハッタンカフェ。そしてそのうちマーベラスサンデー。少し離れてジンボリルドルフ。内からレーシングフラッシュ。そしてその外を回ってヒシアマゾン。1コーナーから2コーナーへ向かう。順位を振り返っていきます。依然としてマヤのトップガン続いて6番。その後34馬身開いて14番。4番手にはライスシャワー。そしてその後ろから行くのは4番。そしてそのうち15番外目をついて9番。そのうち並んで3番。その後マンハッタンカフェ。そして外目をつきましてはマーベラスサンデー。1馬身離れてジンボリルドルフ。少し後ろからヒシアマゾン。そして内目をつきましてはレイシングフラッシュ。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ14馬身。先頭マヤのトップガン。レースはよどみなく進んでいます。残り 1000m を通過。続きました6番。少し離れてライスシャワー。そしてその後ろから行くのは4番。内から15番。そして外目をつきましては9番。1馬身離れてマーベラスサンデー3番。並びかけてきた。それを見るようにヒシアマゾン。内を回って14番。少し離れてマンハッタンカフェ。その外並んでジンボリルドルフ。まもなく第4コーナーカーブ。勝負どころ最後の直線へとかけていきます。ライスシャワーここで抜け出した。最終コーナー先陣を切ったのはライスシャワー。勝負は最後の直線に持ち越された。食い下がる前のトップガンライスシャワー。強すぎる。完全に抜け出した。残り200。先頭はライスシャワー。変わらない。速いライスシャワー。足の衰えないライスシャワー。強い走りだ。このレースの主役は間違いなくこの子でした。ライスシャワー2大グランプリを制覇。実力ナンバー1を見事に証明してみせました。2着はマヤのトップガン。3着に入ったのはゴールドシップ。申し訳ございません。 します。ええ。やってみせます。 お願いいたします。